はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。ファミスタクライマックスドリームペナント6周目、続きをプレイしていきましょう。まあ、ここまでね、4位ということで、今までの余裕な感じのドリームペナントとは違い、かなり苦戦、優勝が危ぶまれてきているという状況の中、引き続きプレイの方をやっていきたいと思います。で、今日の先発は武田なんですが、内海の代わりにですね、怪我から復帰している大谷を投入していきたいと思います。で、これで PP ポイントが溢れちゃうので、溢れた PP ポイントをどう使っていくかなんですが、まあ、西野を一回下げましょう。西野は今回バテバテなので、で、その代わりといってはなんですけども、本当になんていうのかな、どんな姑息なこともしてか行かなきゃいけないというのもあって、一人ピッチャーを毎回外すと、一人どころじゃないな、二人三人で外していきましょう。で、それによってスキルをバシバシつけていく、というね、ちょっと姑息な作戦に出ていきましょうか。で、糸井に関しても先頭打者はないからな、固め打ちもないでしょうと。で、畠山に関して言うと固め打ちはないし、まあ満塁かな、あるとすれば。で、柳田は集中打撃と、あとフルスイングも入れましょう。で、坂本はもう2つ入れてますと。で、レアードも2つ入れずみで、森はプライドと集中打撃で、武田は序盤好調、集中投球、この2つ入れましょう。で、バレンティンですね。バレンティンは気合対左投手で、福留はプライドノーランナー、これを入れていきましょうか。で、控え投手で言うと、まあ、大谷のところに、もう入ってるね、大谷は。で、マーティン、まあ、田島は、そうだな、ピンチ。クローザー。マーティンは、奪三振。回答。これくらいでいいかな。これでもう全員ついてね。そうなると角中のとこだな。連打でも入れときますか。チャンス連打、これでいきましょう。もうね、本当に後先考えずにという感じかな。で、糸井のところも、まあ念のため固め打ちを入れとこうかな。よし、これでいこう。15人以上必要か。今だと9、10、11、12、13、14しかいないんだね。だからもう一人入れなきゃいけないと。なるほど。じゃあ、ここは先発で、そうだな、スタンリッチを入れると PP ポイントが全く足りなくなるんで、今日先発、いや60も足りないもんね。ってことはここで、まあ、無駄にハイコストの選手を入れるぐらいだったら PP が20とかで済む選手を入れて、代わりに大谷のウイニングショットを外せばいいね。どうせ今日ウイニングショットを出すあれもないしね。大谷が先発になることも、先発というか投げることもないでしょうからね。もうかなり毎回めんどくさい操作を入れなきゃいけないんですが、それくらいに追い込まれているというふうに、ちょっと皆さんにはね、ちょっとご理解をいただいた上でやっていきましょう。さあ、追い込んだらカーブで。おお、これボールか。入っていくかなと思ったんですけどね。よし、空振り三振。梶谷は今のは面白い動きしましたね。
よし、これで空振り三振ですね。でロペスか、この辺りも怖いバッターだからな。よし、追い込んだらカーブを多投していきましょう。これで空振り三振。なんか久々だな、この初回を三者三人で終えるっていう感覚。今日の相手の先発は石田健太ですね。ボール球に手が出てしまって、あっさりツーストライクと追い込まれてからはチェンジアップ、これをしっかり見極めましたと。ただ角中はセカンドゴロでワンアウト。菊池もうまーくバットは合わせたんですけどね。これで2アウト。序盤は投手戦の様相かな。さらに落ちるカーブ気味のボールに2球連続でバットが回ったりといい。ただどうだ、これは最後は当たりはいいけどもう一伸び足らずですね。センターフライ。さあここは筒香がバッターボックス。もう筒香とか怖さしかないんでね、ここはしっかりと三振を狙っていきましょう。これは大丈夫だよね。いや伸びるか伸びるか、伸びるね。持ってかれたか。いやー入るか今のボール。これは大丈夫だね。まずは1点先制されたか。もうちょっと警戒しといた方が良かったのかな。さあ1点を追いかける展開になります。ここは畠山もホームランでお返ししてほしいな。よし抜けていくね。畠山の足だとちょっと二塁は厳しいですよね。厳しいね。で柳田になります。抜けていけ。よし、ただ畠山の足だと三塁は難しいね。ただここでチャンスを持っている坂本なのでちょっと期待しちゃいますよね。ここはただロペスに取られてワンアウトランナーが二塁一塁。ボテボテの当たりだけどダメか。厳しいね。意気込みだけが空回りしちゃったかな。どうしよう、ここは早いけど武田のところに代打を送りましょう。入ってくれ入ってくれ。よし、バレンティンの起用が当たった。抜けていけ。よし、このボール球にやっぱりね手が出ちゃうのは良くないですよね。分かってはいるんですけどね。そしたらリリーフ立ち番を送りましょう。で戸柱を空振り三振にしたと石田のところは代打を送ってくるか。まあ、3回なんで当然だよね。ボールをしっかり見極めてきます。見極めるね。ここはストライクゾーンで勝負するしかない。入るのか入るのか。
大丈夫か、危なかったな。ただこれで同点のランナーが出てるからな。クローザーとしての意地を見せてくれ田島。よし、空振り三振で梶谷は一発があるんで、今強振を振ってきてますけどね、バシバシ振ってきてますけど、よし。いやー、なんとかバレンティンの気を当たって勝てましたけど、危ない試合でしたね。よし、 PP ポイントが少し上がってくれたな。ちょっとめんどくさいですけど、やっぱりこのスキルをつけて最初15人でうまくメンバーを入れ替えながらやるっていう作戦、これが実際のプロ野球だとね、スタメン登録というかその一軍登録選手の枠が決まっていて、しかも一度抹消したらあと、何試合ができませんとかありますからね、できないですけどね、ここファミスタークライマックスではそれが十分にできるんで、ちょっとその特性を 100% 生かしきっていきましょう。せこいけどそれに耐えられる状態ではないというのもありますからね。そしたら武田を外して、しまいましょう。武田を外して代わりに西野を戻します。西野がどこにいるかというと、いたいた、西野を入れて、まず大谷にスキルを発動させていきましょう。回答でしょ、あとウィニングショット、反骨は、反骨はないな。大谷86以上ってことないもんね。ウィニングショットかな。で、西野に奪三振とウィニングショットで、オーレンドルフなんて使う気はないのでこのままでいいでしょうと。で、マーティン、田島、そうですね、これでいきましょう。さあ、まずは大谷の立ち上がりです。切れていくね。よし、これでスキル回答が発動するはずだ。梶谷にはツーベースになるかな。ただこの怖いバッター陣を抑えていかないといけないですからね。ここで森にパスボールか。170キロのストレート、最後は遅いボールで空振り三振で筒香だ。筒香の当たりは持ってかれた。筒香だ、やっぱり筒香かっていうね、そんな特大の当たりでしたね。今のもね、結構そのなんていうのかな、力を込めたボールではあったんですけどね。これも高崎、宮崎に持ってかれたか。なあ、しまった、今のは飛びつかなくてもよかったかなっていうボールですね。2点目、守備の乱れだな、もったいないですね。ただここは3点で抑えとかないと。さあ、3点を追いかける展開になりました。まずは角中から、久保はフォークボールか、抜けてけ、うまいね。
今のはもうボールが来るところに飛び込んでいったっていうね、そういう完璧なプレーでしたね、敵ながら。いやー、これもしっかりショートに抑えられてますね。うまいなー、ベイスターズは守備がみんなうまい。いや本当にうまいですよ今の守備も。まあ、倉本の守備がいいっていうのはね、分かってはいた話ではありますけど。ではまずは西野を投入していきましょう。戸柱は絶対に出したくないので、ここはフォークを投げていきます。で久保はね、もちろん絶対抑えないともったいない投手バッターなんで。いや筒香とかも警戒しても警戒してもやっぱり打たれちゃうんで、まあ、ある意味勝負をしないっていう選択肢も考えていかなきゃいけないですよね。強振で振られて当たるとかなりの確率で持ってかれるっていう現状があるんで。畠山ちょっとこれは二塁まではいけないかな。大丈夫か、ギリギリですね。追い込まれる前にヒッティングしていきたい。フォークは絶対打てないですからね、見極めてボールにするしかない。入るか、今の入るか。よし、これでオールセーフですね。でレアードだ。お返しとばかりホームランが欲しい。どうだ、入ったね。ナイスホームラン。このレアードの一発は大きいな。そしたら森二塁打で出てくれたので、西野のところで代打バレンティン。2球とも見極めなきゃいけないボールでしたね。最後は逆に落ちきらないボールでした。抜けろ、これはファールボール。森のところでそのダイソーが送れないんでね、長打が欲しいんですよね、どうしても。最後は空振り三振。そしたらここは田島を送っていきましょう。まずは梶谷をバント処理うまくしてワンアウト。まあ、梶谷クラスがああいうなんていうのかな、そのバントをして簡単にアウトになってくれるとすごく助かりますね。でロペスは見極めてくるね。よし、で怖い怖い筒香は全球スプリットでいきましょう。ただ見極めてくるからな。よし、裏の攻撃は効く力になります。まだ久保が投げるか。これは切れていくね。抜けろ、ポップライですね。さあ糸井だ、どうだ、入ってくれ入ってくれ。よし、糸井今季第1号はサヨナラホームラン。いやー危なかった。
やっぱこのスキル運用が効いてきましたかね、ここに来て少しずつ。いい試合をしてくれてますね。結構ね、本当にドキドキするような試合が続いてるかなっていう感じなんですけど、このスキルを使った運用をしていけば、なんとか戦力的にも拮抗していけるかなっていう感じになってはきましたね。さあ、ではちょっとここで2位に、ついに上がってきたんですが、1位、多分タイガースだと思うんですけど、タイガースのゲーム差確認しておきましょう。いや、タイガースとのゲーム差がかなりあるな。3ゲーム差あって、この後タイガースとの3連戦があるんで、そのタイガースとの3連戦に全部勝てばまだ望みはあるかなって感じかな。諦められないですね。で、マジック8が点灯しているタイガースに対して、もう本当にワンダーチームは負けられない試合になります。奇跡の大逆転勝利を目指していきましょう。で、今日の先発はオーレンドルフになってますけど、まあ、当然オーレンドルフを使う気なんて鼻からないので、オーレンドルフのところには大谷は使えないし、武田ですね。武田もまだ1試合残ってんのか。となると、いつも誰を使っていたかというと、西はちょっと使えないですからね。スタンリッチ、スタンリッチはパワーフォーク、違う、スライダーだったかな。ちょっと見てみましょう。スライダーだね、高速スライダー。スタンリッチを使っていきましょう。で、ここはもう正直誰でもいいので、オーレンドルフだ、オーレンドルフ、オーレンドルフを使いましょう。で、スキルで、序盤好調に集中投球、この2つを入れていきましょう。よし、これでいきます。まあ、スタンリッチが序盤好調をうまく使ってくれて、前半うまく抑えてくれれば、田島西野のフォーク持ちコンビがうまく勝利してくれるかなって感じですけどね。まずは桑原をバント処理。ここは本当バントで揺さぶってくるな、ベイスターズは。何なんだこれ。これも切れていくでしょう。持ってかれるか、大丈夫だね。いやー、打った瞬間のエフェクト、ドカーンって感じだったんで、覚悟を決めたんですけど大丈夫でしたね。よし、スタンリッチがまずは序盤初回0点で切り抜けてくれた。で、伊能はフォーク持ちだけど、角中がまずは二塁だ。ってことは追い込まれる前にやっぱりここは打っていかなきゃいけないですね。なので多少ボールの見極めがおろそかになったとしても、初球から振っていきましょう。よし、フィルダースチョイスを誘ってノーアウトランナー二塁一塁で、前の回サヨナラホームランを打ってる糸井だ。どうだ、これも当たりはいいけど、打った瞬間の感触は良かったんですけどね、ちょっと上がりすぎたかなというボールでしたね。しまった、詰まってたんで進塁するしかなかったんですけどね、ちょっと走塁のミスが出ちゃいました。こういう時は本当に警戒していかないといけないんで、まずは筒香ですが、しっかり抑えていきましょう。高速スライダーすごいなこれ。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。持ってかれたね、持ってかれたね、持ってかれた。
うわ、高速スライダーすらも持っていく筒香。ちょっと筒香のね、そのスキルの、スキルというか能力値の高さ、半端じゃないですね。さあ、追い込んだら、一球ちょっと落ちるボールで様子を見て、最後は高速スライダーを打たせてファーストゴロですね。スタンリッチはこの回まではなんとか投げ切ってもらいたい。それにしてもこのスタンリッチの高速スライダーえぐいですけど、そのえぐい高速スライダーをきっちり打ってくるこのベスターズ打線もなかなかどうして怖い人たちですよね。スタンリッチここでバテたので、スタンリッチから西野にスイッチします。さっきゲーム差マジック見てもらった通り、もう負けられないんでね、本当に。よし、次の回戸柱からっていうのは大きいな。これは入ってくれ入ってくれ、ダメか、もう一伸び足りないか。さあ、1点を追う2回の裏。抜けてかないね、一塁もアウトだ。よし、これはレアードなしでも2塁はいけるかな。大丈夫ですね。2アウトながらランナー2塁で森、入ってきますね。今のボールこれは見極めます。これはちょっと上がりすぎかな。もう一伸びやればっていう感じでしたけど、そしたら西野はこのまま、いやー、戸柱は打ち取りたかったな。あんまり怖くない珍しいバッターというと怒られちゃいますけど、何やってんだ何やってんだ、この大事な試合で。一塁ランナーを関根に変えてきましたね。あそこで一塁ランナー変えてくるぐらいだったらどうなんだろう。僕だったら代打を送ってましたけどね。まあベスターズの采配にとやかく言うつもりはもちろんないですが、梶谷は結構バットくるくる回ってくれるイメージあるんだけどな。よし、空振り三振ですね。で、ロペスだ。このロペスもフォーク攻めでいきたいけど振ってくれないな。そしたら投手をここで田島にスイッチです。まあ、なんとかね、戸柱に打たれて、ピッチャーのところではエラーもありというところでピンチを迎えましたが、なんとか0点で抑えましたね。じゃあ田島のところで代打バレンティン。バレンティンのあたりは抜けていく。よし、バレンティンの足でも二塁にはいけるでしょう、これだったら。よし、ノーアウトランナーが二塁。ここで角中です。角中はスキルで連打があるので、山崎はツーシームですね。決め球は見逃してればボールかなという。危ないね、二塁投げられてたらアウトかなっていう際どいタイミングでしたけど、よし、まずは同点。なおノーワンアウトランナーが二塁で
さよなら男糸井だ。まあさよなら男糸井の最後の強振は空振りでしたね。ただ、サヨナラ男はホームランだけがサヨナラ男ではない。長打が出れば菊池の足なら帰ってこれますからね。よし、サヨナラ男。サヨナラ男と名付けましょう、糸井のことは。これでゲーム差が縮まってくれればいいんですけどね。タイガースは試合がなかったのかな？同点だったのかな？タイガースは0対0で、引き分けてますね。これでゲーム差が 2.5 ゲーム差。糸井は本当にもうサヨナラ男確定だな。さあこれでタイガースとの本当に3連戦に満を持して入っていくことができるかなという感じになりましたね。ではキャンプまで、ちょっとプレーの方をさせていただきたいと思います。もう一時は6位最下位まで転落してたんですが、なんとかここまで、首位タイガースとのゲーム差 2.5 ゲーム差の2位まで戻ってきました。でかつタイガースとのまあそのなんていうのかな、3連戦がまだ残ってるんで、この3連戦3立てかませばその時点で首位が入れ替わる。そしたらまずはショップに行きましょう。ショップに行こう。レアなリリーフか。平野欲しいな。平野買おう。いやーでもな、先発だったら買うんだけどな。今もうファミナスが1万7000しかないので諦めましょう。6マスか、残念。カードをゲットしたかったんですけどね、なんとか。何、田島が怪我？マジかよ。田島が怪我ってないだろう、ここでの田島の怪我は。レアな星か。星は欲しいぞ、確かに。中田はいらないな。そうなると、阿部は内野手扱いだもんね。まあ、いらないかな。どの上、まあ、阿部を入れるかって話だけど、まあ、あえてここで阿部を入れるぐらいだったら、今の森をそのまま使った方がいいよね。それよりでも、田島だよ、田島。田島の怪我の方が頭悩ませるわ。まあ、ただ宮西か何かをゲットしてたはずなんで、まあ、田島が抜ける穴は痛いんですけど、そこは宮西を入れて切り抜けましょうか。はい、というわけで次回いよいよ首位攻防戦、まさに天王山ですね。頑張ってプレーしていきたいと思いますので、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。